スマップスマップは関西テレビとフジテレビの共同制作で九百九十六年四月十五日から二千十六年十二月二十六日まで毎週月曜日二十二時二十二時五十四分にフジテレビ系列で放送されていたバラエティ番組である男性アイドルグループスマップの冠番組であった番組タイトルのスマップスマップはアメリカ映画ニューヨークニューヨークから由来し ジャニーズ事務所社長のジャニー北川が同映画から命名した。当番組は1996年3月25日までテレビ東京系列で放送されていたアイラブスマップの事実上の後継番組である。番組前半は料理コーナー、ビストロスマップ、番組後半はコントや音楽コーナー、エースライブなどから構成されていた。年数回メンバーの特別企画や特別編、 生放送スペシャルなどが放送されていた。番組初期は生放送を新春、春、夏と3回程度言ってきたが、2000年代後半頃からは新春のみ行われていた。また年末では、1997年12月31日に放送された年越しのスペシャルと2000年12月の2週にわたっての20世紀のスマスマベスト30。 2005年12月26日にもう一度見たい名場面リクエストスペシャルが放送された。2010年代に入ってからは月に1から3回、程度、15分拡大版が放送された。2010年頃までは祝日や振替休日に当たる日に主に行っていたが、2011年頃からは平日でも拡大版が増えた。そのため、2012年以降は祝日また、 振り返休日は通常回になることが多かった。会復延期には21時23時18分の2時間半の拡大版が放送される傾向が多かった。本番組は関西テレビと富士テレビの共同制作である。関西テレビ側はスポンサーセールス全国系列局への番組創出、一部スタッフの支援 CM 出しスポンサークレジットの表示、 提供読みを担当する。一方、フジテレビ側は企画、収録、本編送りを担当する。このような体制となった経緯について、番組開始当時のゼネラルプロデューサーの佐藤義和によれば、以前より夢が森森りりやスマップの頑張りましょうを制作してきたフジテレビが1995年10月よりスマップをメインとする。 バラエティ番組を開始させる計画だったところ、当時の自社制作枠に空きがないため実現しなかったことに起因する。これに対し、当時の富士テレビ編成局長十村一の公案で、関西テレビ制作の開曜22時バラエティ番組枠を月曜22時枠に移動させた。その上で、関西テレビの制作枠に富士テレビが下請けになる。 スキームを取ることで新番組の放送枠を確保した。本番組の初曲が関西テレビなのはこのためで制作クレジットも関西テレビ、富士テレビ、八冠テレ、富士テレビとなっている。2004年3月には番組内の CM 放送時にサブリミナル効果を引き起こす映像があったと週刊現代が報じた。これは関西テレビが番組の創出を行っており、 富士テレビは関西テレビからの喪失を受ける立場であるため放送される CM も関西テレビのものが基準となる。しかし地域によっては同じスポンサーでも CM を変えて放送することがあるためその切り替え時に技術上発生したものである。この記事が掲載されたことにより同月15日関西テレビは緊急会見を行った。当時の取締役 ちぐさ総一郎は事実に反する記載で誹謗中傷に当たると反論。また、同志編集長宛てに謝罪と回答を求める文書を内容証明郵便で送付したことを明らかにした。週刊現代からの事前の質問に対し、関西テレビも同様に回答したというが、週刊現代はサブリミナル疑惑と誤った情報を掲載した。2016年4月には、 番組放送開始20周年を迎えたが、先日の通り2016年12月をもって終了となり、放送期間は約20年9ヶ月となった。これは、フジテレビ系列のゴールデンタイムプライムタイムにレギュラー放送されているバラエッティ番組では、トンネルズの皆さんのおかげでした、奇跡体験、アンビリバボー、めちゃにイけてる、に続く放送期間であった。 1996年4月15日22時30分23時24分に番組の初回が放送され視聴率は22.4%を記録した放送初期では OP 前に椅子に座っているメンバーが何かしら言い争いをしてラストに草薙が絶叫アトラクションに乗り悲鳴を上げながらスマスマと叫んで OP に入るという流れがあったこの流れは 森の脱退を機に廃止された。同年7月22日、川田城の富士テレビ本社第6スタジオから、すますま夏休みスペシャル。生放送と題して21時45分から、初の生放送スペシャルが行われた。中村玉をゲストに迎えて、生ビストロ、古畑拓サブローチンプレイ祭り、涙のスマップの3本立てで放送し、終盤には、 青い稲妻を生放送で披露した。1997年10月13日には、スマップスマップ97今夜は、大阪から生スペシャルと題して、同年10月1日に、大阪府の西天間から大木町へ移転したばかりの制作局である、関西テレビの本社スタジオから、引っ越し記念の生放送を行った。この回のゲストは、上沼恵美子と赤井秀和で、 当時関西テレビのアナウンサーとして全国規模の知名度を得ていた桑原翔平が涙のスマップの進行を特別に担当した。この回でスマップ全メンバーにより六角形のガラスに描かれた巨大サインが同局の本社や入り口に飾られている。2016年末の放映終了後も引き続き展示されている。 1997年12月31日から1998年1月1日まで19時20時と23時45分よ0時45分の2部構成で番組初の年越しスペシャルが生放送された。なお、番組が大晦日に放送されたのも初である。この日は第48回 NHK 紅白歌合戦の白組司会を中江が務めたり、 スマップも出場していることもあり、裏かぶりを避けるために、同番組の放送時間である20時23時45分は、他番組を放送。2部の放送開始時は、中井以外の4人が登場し、中井は番組中に、NHK から移動しながら、番組終盤のライブでギリギリ間に合って出演する、形となった。2000年12月25日には、21時23時18分に、 スマップスマップ20世紀のスマスマ初回からドーンと見せます。ベスト30スペシャルと題して番組初のクリスマスにスペシャルが放送された。2002年1月14日生放送分では不祥事で謹慎していた稲垣五郎が番組に復帰。視聴率は34.2%を記録し番組の歴代平均視聴率で最高の回となっている。 2002年9月9日放送分の1コーナー今日は何の日やエンディングトークにおいてメンバーがスマスマのオンエア日とデビューの日が重なるのは初めてと発言しているが実際には開始間もない1996年9月9日にも番組が放送されている2005年12月26日と2010年1月4日には 19時23時24分に当時の過去最長となる264分の拡大版がそれぞれ年末スペシャルと新春スペシャルで放送された。2005年12月26日にはスマップスマップレ英語を歴史的瞬間全部見せます。史上最強の4時間半スペシャル。と題して当番組ではこれまで放送されることがなかった19時代、20時代に 初めて放送され、さらに、2010年1月4日には、スマップスマップを正月に、生、スマップ、史上最長4時間半スペシャルと題して、当番組史上初となる264分にわたる、生放送を行った。また、香取慎吾は、インフルエンザのため欠席したが、エンディングに電話で、生出演した。なお264分という放送時間は、口述する。 最終回に抜かれるまで歴代最長だった。2007年1月1日には21時23時30分にスマップスマップ調合歌元旦スペシャルと題して番組初の元日放送となり21時からのスペシャル版で放送した。なお元日に放送があったのはこの年のみである。収録はそれまで世田谷区木の田にある 東京メディアシティレモンスタジオで行われていたが、2008年のフジテレビ湾岸ンンスタジオ落成を機に同スタジオへ移行した。2008年4月14日4月21日は2週連続で2時間の拡大版が放送された。これは木村拓也主演のドラマチェンジが同年5月12日に放送開始であったことに伴うものである。また、 番組の再放送は行われていなかったが、2010年4月17日に、富士テレビと関西テレビで、スペシャルの事前番組として一部の回が再放送された。2011年3月11日の東日本大震災の発生以降の放送では、毎回エンディングで、メンバーによる義援金や支援金の呼びかけを最終回まで行った。このメッセージは、同じ映像の使い回しではなく、 番組収録の度に新規に収録している。また、2016年4月14日の熊本地震の発生後、5月30日までの放送では、富士ネットワークサザエさん募金、6月6日以降は、熊本地震災害義援金の呼びかけも合わせて行われている。2013年9月30日には、当番組と、おじゃ、マップをベースとしたスマップが司会の特別番組、スマップ GO。 が放送された。2014年7月26日27日には、スマップが総合司会を務める、武器はテレビ。スマップ FNS27 時間テレビが放送された。2015年4月6日より、スマップのジャニーズ事務所の後輩であるキスマイフット2が、メイン出演のバラエティ番組、キスマイブサイクが、毎週月曜日23時23時30分にへ、移動。 これにより、当番組から直後に放送される、キスマイブサイクまで、ジャニーズ事務所所属グループの冠番組が連続で放送されることになった。2016年1月に起きたスマップ解散騒動以降、一部週刊誌や東京スポーツなどのスポーツ誌などで打ち切り説が、たびたび掲載されていたが、関西テレビの福井清郎社長や、富士テレビ及び同局、 亀山千尋社長はそれぞれ打ち切りを公式に否定した。同年1月18日の放送では、放送予定の内容の一部を急遽生放送に差し替え、メンバー全員が今回の騒動について謝罪した上でグループの存続を発表した。なおこの日、放送分の視聴率は、富士テレビでは31.2%。 関西テレビでは29.7%をそれぞれ記録した。この番組は音楽番組以外でメンバー全員が揃って出演する数少ない場であったが、この騒動以降、ビストロスマップを例外として全員が出演するコーナーが消滅、過去の映像を使用した特別編が増えて、通常放送が減少した上、コーナーの観覧も廃止され収録後の VTR に、 音声を被せるようになる。同年8月14日、レギュラー出演するスマップが、同年12月31日をもって解散することが、事務所より発表された。これを受けフジテレビは、当番組も2016年12月末をもって、放送を終了することを、同年8月17日に正式に発表した。また、スマップの解散発表後と当番組の年内の、 放送終了の発表後には、スマップのファンを中心に番組ホームページに、どんな形でもいいから、番組を続けてほしいなどといった、当番組の存続を望むコメントが多数寄せられた。解散発表後最初の放送となった同年8月15日の放送の番組冒頭には、全画面白バックに黒文字で、昨日、スマップの活動についての発表がなされましたが、 スマップスマップの今後の対応につきましては、近日中に視聴者の皆様に報告させていただきたいと思います。本日は予定通りの放送内容をお送りいたします。のテロップが25秒間にわたって表示された。そして、富士テレビ、関西テレビは17日、同番組について、両名でマスコミ各社にファックスを送り、解散に関する発表を受け、 継続不可能と判断として年内での終了を正式決定したと発表した。翌週8月22日の放送では番組のオープニングで第1回放送のビストロスマップの VTR でスタートし世界に一つだけの花を流しながら過去の名場面が流れ1996年にスタートしたスマップスマップは放送20年を超えることができました。そして 今年の年末をもってファイナルを迎えることになります。最終回まで全力で番組を作ってまいりますので応援によろしくお願いいたします。というメッセージがテロップで表示された。同年12月19日の放送では22時23時24分に1時間半の拡大版で当番組のメインコーナービストロスマップの最終回が放送された。 同年12月26日の放送では、18時30分23時18分に5時間の拡大版で、スマップスマップ最終回と題して、番組の最終回が放送された。メンバーカラーは、ビストロスマップやテロップなどで用いられている。5人が揃って出演するコーナーは、原則、中井の司会で進行する。第1回放送のゲストは、ビストロスマップに出演した。 当時のベテラン女優、大原玲子。1996年4月から2016年12月までの20年9ヶ月の放送期間で当番組には、看板コーナー、ビストロスマップや音楽コーナー、エスライブを中心に、大物芸能人から若手、新人芸能人まで、国内から海外まで、幅広いジャンルの早々たる芸能人や有名人が多数ゲスト出演している。 また、音楽コーナー、S ライブでスマップが新曲を披露する際、楽曲提供の新曲の作詞者、作曲者がゲスト出演して、コラボレーションで披露することが多く、国内のミュージシャンも多数ゲスト出演している。世界に一つだけの花、ラブピースインサイドは牧原のりゆき、セロリは山崎正義、夜空の向こうは、菅がを、トラスト、グラマラスは、 小室哲也、トップ・オブ・ザ・ワールド、アザーサイドは、ビ、愛が止まるまでは、は、川谷絵音などとコラボレーションして披露している。スマップが、自身の楽曲以外に、ゲスト側のアーティストの楽曲でもコラボレーションで披露している。また、コラボはしていないが、アメージング・ディスカバリーを楽曲提供した、中田康隆や、華麗なる逆襲を楽曲提供した、 シーナリンゴもゲスト出演している。2001年7月16日に出演した長渕剛はビストロスマップ S ライブの両コーナーに共にゲストで出演した。演歌歌手では北島サブロウが1996年12月30日2002年12月30日2014年4月7日森新一が2001年7月30日に出演した。他に モンなどのゆる、キャラ、ヒカキンなどのユーチューバーといった多岐のジャンルにわたる有名人がゲスト出演している。また、ド、ブロックやクマムシといった音楽活動をしているお笑いタレントもゲスト出演して S ライブでコラボレーションしている。さらに、芸能人にとどまらず、政治家も多数ゲスト出演しており、石破茂や内閣総理大臣に就任前の小泉純一郎。 阿部晋三、麻生太郎、ロシアの元大統領のミハイル・ゴルバチョフ、東京都知事の小池百合子がゲスト出演した。石破茂氏は、スマップスマップ最終回に際し、フジテレビ、バイキングコメンテーターとして出演時、コメントを寄せている。また、テレビ局の垣根を越えて、テレビ朝日のアニメ、ドラえもんのキャラクターもゲスト出演している。 放送リスト出場者年に1回放送される。1年間の NG や未公開映像を放送して、スマスマを愛しているメンバー、スマスマを愛していないメンバーを決める。大体、スマスマを愛していないメンバーに決められたメンバーは、スマスマの生放送の告知を、目覚ましテレビなどでやらされる蒸気の方法によって、生まれたコントが、中井正弘が主演、香取慎吾が監督のテロテアリーナである。 2001年、2006年、2009年以降は放送されていない。1998年8月3日から不定期で生放送スペシャル内で実施。番組冒頭で罰ゲームが発表されてから数個のゲームを行い、合計得点の会議名が後日に罰ゲームのロケへ行くはめに。罰ゲームは富士山登山に始まり、フルマラソン、トライアスロン、 アメリカの TV 局で前説到達したよう。2001年8月13日放送の夏祭りグランプリでは、中井、稲垣が罰ゲームとなったものの、直後の稲垣禁止によって罰ゲームとしては行われず、感謝の意を込めて全員でおにぎりを作るという形で決着。2003年1月13日放送の S-1 グランプリでは、 ビストロスマップに時間を取りすぎて進行がグダグダになり、ペッケニが二人になり、クラッカーで決着するがスタッフが渡したクラッカーが二つとも、ならないクラッカーを用意してしまったことなどトラブルが多々あり、視聴者から抗議が殺到。翌週は急遽、放送予定だったレギュラー放送を後回しにし、時間の都合で行えなかったコーナーをやって、完全決着をつける延長戦を実施した。 2005年以前はペケ2が2人以上いた場合は、クラッカーとなっていたが、2008年の回ではペケ2が2人以上いた場合は、クラッカーから、マルトバツの殺技目で決定する形となった。しかし2人のスケジュールの関係上、実施したのは放送から1年半以上であった。通常のビストロスマップ S ライブコントコーナー、または、 ゲームコーナーの3つを一切やらず、ドキュメンタリーや、通常回では滅多にやらないスマップだけによる特別企画、スペシャルゲスト出演の特別企画など、全く違った内容の構成で放送される。出演者は基本的にスマップの中の一人だけで、様々なゲストを呼ぶ場合もある。かつては年4回程度放送されていたが、近年は減少傾向にあり、 2002年以降年1から2回程度になっていたが、2016年はスマップ解散騒動の影響か、スマップ、スマッププレゼンツと題した一人だけで出演する特別企画が増えた。また、近々上映される映画の宣伝を兼ねた企画を行うこともある。なお、当初は関西テレビの単独制作であった。しかし近年は通常版同様。 関西テレビと富士テレビの共同制作となることが多い。前代未聞生放送ライブ、シングル50曲40分間、ノンストップスペシャルセットリスト両英面シングルについてはそれぞれ1曲目のみの披露。年末年始時期や報道特別番組が急遽行われた場合を除いて、特別編を含め番組が休止になることはほとんどなく、春。 秋の番組改編期の場合では、ロングバケーション、ラブジェネレーションなどの木村が主演し高視聴率を得た月給ドラマの特別編で休止になったことがあった程度で、関西テレビ発信による月曜日放送の特別番組としては、1999年3月29日に放送された、武田鉄矢がメインを務めた、芸能人が営む世話スキき宿と題した。 スペシャル番組を最後に放送されてこなかった。しかし、2014年8月4日には実に184ヶ月ぶりとなる関西テレビ自社制作による特番世界一周ワンジャンルツアーが放送された。なお、これは27時間テレビによる措置である。なお、翌週の11日放送のファミスマと2015年3月23日放送の 中井正宏のイソロは、フジテレビの単独制作だった。しかし、2016年に、スマップ解散騒動が発生してからは、スマップ、スマッププレゼンツと題した企画で個人のみでの出演や、2015年に、スタートした、トークバラエティ番組、中井正宏の、こうして私はやっちゃいました。神センスしよセンス。前年まで水曜日に放送されていた、 FNS 歌の夏祭りや同年に新たに設けた FNS 歌の春祭り等の特別番組が放送されることが増え年末年始時期や報道特別番組等がなくても月に数回休止されることも多くなった。なお、笑っていいとも。秋の祭典スペシャルが土曜日に放送された2006年秋のこの時期はドラマレジェンドスペシャルとして古畑忍三ブロー VS スマップと題した。 タイトル通りスマップが出演しているスペシャルドラマの再放送が行われ、その後も2008年にドラマレジェンドとして世にも奇妙な物語、スマップの特別編の再放送が行われた。2016年12月26日の18時30分23時18分に番組史上最長となる288分の拡大版として放送され、20年9ヶ月。 1 920回の歴史に幕が下ろされた。最終回の内容は、初回放送から現在に至るまでの番組の歴史を、総集編として一挙放送し、SMAP のグループ活動28年間の歴史も紹介された。総集編では、SMAP、SMAP メモリーズファイル、フィナールと題して、主に1996年から2016年の各年度ごとに、ビストロスマップや、 S ライブを中心に各ゲストの出演シーンやコントゲームコーナーなどを各年のスマップの曲を BGM にダイジェストで振り返った。基本はダイジェストだが、下記の10個の特別編は長めに放送された。また、この最終回 SP でメンバー5人の生出演はなかったものの一部で西山菊英の進行による生放送パートがあり、視聴者からのファックスを募集。 番組内で随時紹介した。メンバーからのラストメッセージは直接口頭ではなかったが22時50分頃の CM 明けにスマスマ20年、そしてグループ活動28年、皆様の気持ちに深く感謝いたします。ありがとうございました。スマップと画面にメッセージが表示された。メッセージが表示された直後からスマップ十八年の奇跡と題して、 グループ結成から今に至るまでのスマップの28年間の歴史がトライアングルベストフレンドのオルゴールバージョンに乗せてスライドショーされた番組終盤ではスマップ28年の奇跡のラスト FNS27 時間テレビでの集合写真が映された後色鮮やかな花が敷き詰められた立体番組ロゴをバックに唯一の新たに収録した場面である5人揃っての スマップラストステージとなった世界に一つだけの花の歌唱が放送された。歌唱が終わるとメンバー全員で約90秒間深々と大辞儀をし、世界に一つだけの花のオルゴールバージョンと共に白い幕が下され、幕が閉まると番組のロゴとメンバーカラーである五色の花が飾られたマグカップが映された。 その後スタッフからの鳴りやまぬ拍手と大辞儀をした後のメンバーの姿が映し出され、そのままスタッフロールへと移った。エンディングのスタッフロールではデビュー曲 Can't Stop ン,トトングマイナス o b g m にメンバーがスタッフ一人ずつと記念撮影をしている映像が放映された。その後、生放送パートのスタジオ内に貼られた視聴者からのファックスをバックに画面下部に たくさんの、ありがとうありがとうございました。というテロップを表示した。そして、通常通り東日本大震災、熊本地震災害に延期の告知を放送した後、最後は番組開始当初のオープニングタイトル CG を放送して番組は終了し、約20年9ヶ月の放送の歴史に終止符を打った。なおクロスネット局の関係上同時ネットされなかった、つぼねのうち、 テレビ大分では翌日未明1時早朝5時48分に時差ネットで放送された。テレビ宮崎ではスマップの解散日である31日の12時16時50分に放送された。さらに番組末期まで系列外をれネットしていた日本テレビ系列局青森放送でも31日未明早朝0時59分5時47分に放送された。 番組の放送中や放送後には、スマップと縁が深い芸能人や番組にゲスト出演したことがある芸能人などが、ツイッターやブログなどで、スマップの解散と番組の終了を惜しむ声が上がっており、芸能界からの悲痛の声も多かった。番組後半には、かつてスマップが CM に出演していたソフトバンクによる1分間のスペシャル CM が放映された。内容は、 オリジナルスマイルを BGM に過去にスマップが出演していた CM 映像の本編やメイキング映像をダイジェスト形式にて編集し途中にはあんなことやこんなこといろいろしていただきました今まで本当にありがとうとメッセージが挿入され最後にソフトバンクの CM キャラクターであるお父さんがしんみりとした表情でさよならじゃないよなと語りかけて CM を占めた。同社の広報室によると、契約は昨年で終了していることから、今回は、所属事務所、テレビ局と1日限定の契約を結び、放送が実現した。このため、今後、今回の CM が再放送並びに公式サイト、等での公開はされることはないという。第1部は14.1%、第2部は17.4%、 第3部は23.1%で優秀の美を飾った。また、瞬間最高視聴率は23時7分のスマップがメンバー5人でラストの歌唱となった世界に一つだけの花を歌い終えて5人がお辞儀をし、中江が背を向けて両手で何度も涙を拭う姿が映し出されたシーンの27.4%だった。ちなみに、地方でも軒並涙化視聴率を記録し、 関西地区で第一部が十六点九パーセント、第二部が二十点六パーセント、第三部は二十四点一パーセントを記録し、瞬間最高視聴率は関東と同じ時間に二十七点五パーセントを記録している。当番組最終回放送後の二千十七年一月七日に放送されたメチャにいけてる、勝ち負けだけじゃねえ新春大行天スペシャルに中井が出演し、 同番組ゲストのゆずとのトークの際、めちゃイケメンバーのやべひ之から、すますまの最終回とか、感動的やったもんとねぎらわれると、中井は、あの日、今まで一番繊細に何回も当てに行ったんだけど、一つも当たんなかったと、冗談混じりに語った。なお、めちゃイケ SP の収録は、最終回放送からわずか2日後の12月28日に、行われた。 2020年9月19日、番組のコントレギュラーであった俳優の斉藤洋介が死去。香取草薙、稲垣から追悼のコメントが寄せられた。視聴率は断りのない限り、ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、リアルタイム。初回から最終回までの全9 2 0回において、歴代トップは34.2%。 歴代はアストは6.4%、前回の平均視聴率は18.2%となった。以下、歴代視聴率トップ20を記載。放送開始以来、1990年代、2000年代、2010年代のそれぞれの各年代で高視聴率を獲得している。放送日の太字はその年の富士テレビの最高視聴率。 番組の前世紀は1996年から2001年頃であり、同時間帯でトップになることは、もちろんのこと25%以上の高視聴率を記録することも珍しくなかった。年間平均視聴率は23%に達し、一種の社会現象を化かしていた。当時の裏番組であった読売テレビ制作の連続ドラマは本番組開始後の木並み。 視聴率が一桁を記録し、中には放送回数を短縮して打ち切りに追い込まれた作品も存在する。当時のドラマスタッフも何をやってもスマスマにはかなわないと制作陣も半ば諦めていたと証言しており、番組の影響力を伺えるエピソードとなっている。その後、ドラマ枠は2004年3月に廃止となった。一方、2008年以降は裏番組の 喋くりセブンと競合するようになり、2010年代以降は視聴率で喋くりに逆転され、解散騒動後は一桁に転落する回が多くなった。前日の通り、当番組は関西テレビと富士テレビの共同制作だが、スポンサーに対する営業は関西テレビが全面的に担当する。関西テレビでは立ち上げにあたり、 当番組以前の水曜月曜火曜22時代バラエティ枠における営業スタンスを原則引き継いだため、前後半でスポンサーが交代する形をとっている。放送開始から2010年3月までは、前半がロート製薬一社提供、後半は P&G 筆頭の複数社提供というスタイルだった。これはロートが加盟している。 日本製薬工業協会の自主規制により、イカ向け医薬品、大衆薬メーカーの一社提供が30分枠までとされていたためである。同年4月で、ロート製薬が同時間帯の筆頭スポンサーを交番し、同社を含む複数社提供となったが、前後半で全て途中で交代するというスタイルは放送開始以来変わっていない。2016年9月をもって、 ロート製薬がスポンサーを交板。なお、スポンサー枠は2016年10月から始まった日、旧ドラマの買うキャッチャーに移行した。スポンサークレジットの表示は関西テレビが担当し、提供読みについては通常は関西テレビ側がご覧のスポンサーの提供でお送りします。富士テレビ側は、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますである。ただし、 2007年と2010年の正月スペシャルや2016年12月26日放送の最終回スペシャルのように番組配信、スポンサークレジットの表示、提供読みも富士テレビが担当するという例外もある。なお、前半がローと一社提供だった時代には番組の冒頭で同社のオープニングキャッチも放送されていた。ただし福井テレビでは 最初の半年間は遅れネットで勝つローカルセールスだったため、また福島テレビは立ち上げから同時ネットだったが、最初の1年間のみ万飯ネット扱いで放送され、共にロートのオープニングキャッチを流さなかったことがある。この時、福島テレビ放送部のスポンサーについたのは、郡山市に本社を置く観光総裁業を余つグループで、和松アワーのサブタイトルがあった。 送り出しも事前に関西テレビ富士テレビから番組素材を受け取り自社で行い、他局でロート制約から他社にスポンサーが切り替わる部分の提供ベースに和松グループのロゴを表示していた。ありがとうございます。